どこまでやったの？一応じゃあもう最後の拡大のようにできるようになったりはい、そうですね。そうだな、今日何があと、うん、やり方が、出てます。そしたら、はい、出てる場合は電気止水で測ったら、はい、ピーって言ってると思うんで、はい、戻してもらって、うん、で結構ね根線が広く開いてたら今みたいにピンセットでくるくるって言って自然に止まらん場合があるんで、はい、結構根線の空いてるところが広いんやなって分かりますからね、はい、あと長さ測ったら、はい、実寸から1ミリ引いてもらって、うん、それを作業帳にします。23です、はい、作業帳23で、はいはい、で次はプログライダーで、はいはい、フリーハンドでやるよりは右手もどっかにやっぱりリスト置いてもらった方がいいから、はい、まあ、これリストにしてもらってもいいし、はい、うん、そうで、とりあえずそれが入ったら、あ、激落ちくんがいるわ。激落ちくんその中にある。カシャカシャカシャって何回か、はい、プログライド入ったから15入れてみてください。はい、このぐらいだろうか。あ、なかったらもう新しいやつ使いましょうか。とりあえず黄色と赤は新しいのを使って。結構ぐるぐる回るじゃないですか、うん、それで根線なんかこう、あ、だから、はい、一回止めて、これをある程度ちょっとまっすぐにしとくのよ。なかなかこの根幹の中に入れるのが難しいんですけど、それは下手くそなわけですか？開口部がちっちゃいからもうちょっと広げたらいいかもしれない、まあ、それ開けてるのかなりちっこいでしょう、はい、うん、から持って横を持ったら、うん、ある程度入ったらもう真っ直ぐになってくるんで、はい、はい、これで23にしたんですか？そう、あの、はい、大きい方のやつで、あの拡大が終わったら、あと一回、あ、先生がこれで拡大いけたなと思ったら、はい、一回中きれいに洗ってでメインポイントを合わせていきましょうか、はい、でどうですか、拡大して測ったとこまで入ってます？はい、入ります。入ります、はい、うん、そしたらその時に入れてで一回引き抜いてみてください。クッと抵抗あります？あります？
今の結構あるんですかね。あった方がいいんですよ。あ、はい、うん、あります。全くないスカスカだとちょっと広すぎるんです、はい、でグッと作業長まで入れて、で今ちょっと引き抜こうと思ったらちょっと簡単には抜けないでしょう、はい、うん、これがあのタグバックです。はい、はい、これがしっかりとねつけれてると、もうそこはピタッとそこで根線が封鎖されてるっていうことです。はい、おめでとうございます。嬉しい。コロナ禍なんでこれで行かせてもらいます。仏壇の量しっこしおめでとうございます。はい、撮影します。はい。